ライジン MMA ルール5分3ラウンド61キロ契約、堀口恭司 VS 金太郎両選手の入場です。さあまずは金太郎選手からお願いします。金太郎選手 60.95 キロクリアです。クリアしました。さあ続きまして堀口選手。堀口選手 60.80 キロクリアです。クリアしました。アメリカから帰ってきた堀口恭司選手です。さあそれでは両者正面を向いてのファイティングポーズからお願いします。緊張感が漂っています。何かしてやろう、そういう表情、金太郎選手です。その可能性を秘めたストライカーでもあります。そして一方の堀口恭司選手はオールラウンダーでありなおかつフィニッシャーです。今フェイスティフェイス、拳を近づける金太郎選手、そして一方落ち着いている堀口恭司選手です。王者の風格、明日のメインイベントを彩るこの両者の戦い。それではまず金太郎選手からコメントをお願いします。金太郎です。明日は極上の喧嘩を見せてやろうと思ってます。以上です。喧嘩、さあそして堀口選手。こんにちは、堀口恭司です。しっかりと盛り上がる試合をするんで皆さん見ててください。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと堀口選手の声のトーンが下がっていました。ちょっと怒っているのかもしれませんが、